こんにちは。福井市中央卸売市場では、福井の水産物を県内外に発信しようと、バイヤーを対象に展示会を開催しています。会場内では、カニ、マグロ、地魚など8つのブースを設置し、県内外の水産物649品が展示されました。その中でも、福井のブランド水産物をご紹介したいと思います。ではここで、市場の水産物の卸会社、福井中央魚市の小澤さんにお話を伺います。展示会では、いろいろな商品が並べられていましたが、どういったものがあるんですか？はい、今年の展示商談会は、17回目を迎えます。その中で、特に力を入れているのが、地元の魚、舞浜であがる地元の魚、または、地元の魚を使って加工した商品、この2つに力を入れております。代表的なものだとどんなお魚があるんですか？はい、今年の展示商談会では3つあります。まず福井が育てた福井サーモン、そして駿河の水産加工場で作られた加工製品、あと全魚連がプライドフィッシュとして認定しております越前ガレイ、越前ガニ、ワカサグチ、この3つに、注目を当てます。その中でもやはり目玉といえば福井サーモンですよね。そうですね、鮭の種類で言いますとトラウトなんですけども、トラウトは、近年和食でも、洋食でも非常に需要が高く非常に注目を浴びています。食感としましては非常にもちもちとして脂のりも非常に良くて食べやすい、鮭の種類の一つだと思われます。どこで買えるんですか？はい、今年におきましては市内のスーパーさん、または居酒屋さんや、料理屋さんですね、そのあたりでも気軽に食べれるようになっております。なるほど。これからも福井の水産物のいいところをたくさん知ってください。はい、さてここでお知らせです。福井鮮市場2周年祭が11月12日土曜日、11月13日日曜日の午前8時半から午後2時半まで開催します。また11月26日土曜日はカニフェアを開催します。時間は午前8時半から午後2時半まで。カニの販売はもちろんのこと、カニをテーマに各店舗がカニメニューやカニ関連グッズを販売します。こちらも皆さんのご来場をお待ちしておりますので、ぜひお越しください。